アニメ機動戦士ガンバムシードシリーズの約20年ぶりの完全新作となる劇場版機動戦士ガンダムシードフリーダム1月26日公開の大ヒット御礼スタッフトークイベント第3弾が23日に都内で開催され、福田土の凸王監督、メカニカルアニメーションディレクターの重田聡氏、CG アニメーションメインディレクターの佐藤浩雄氏、制作担当の池谷博美氏が登壇した。イベントの冒頭で、福田監督は、もう2ヶ月以上、公開が続いてるんですけど、今日もこんなにたくさんのお客様に来ていただいて本当にありがとうございます。作品自体こんなにいろんな人に支えられて今日があるんだなっていう観客動員数、もうあと一息、何日に終わるかは私聞きましたけど、それまで皆さん応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたしますと感慨深げに挨拶した。